お疲れ様です今回はね舞姫大学のナミーさんがニコンの D810 本体を販売中ということで動画の方を作っていただきましたのでここでねあのニコンっていう会社について調べてみましたえまずはですね2023年年のの株式会社ニコンの平均年収ですまあトップ上場企業そして世界一のカメラ会社ですからねどのぐらいなるのか楽しみですね なんと平均年収は862万円というね。まあこの不況知らずと言いますか、低年収時代にありえない高年収ですよね。うん。これだと政治献金もがっぽり、パーティー券など買えるのかなと思います。え、そして生産状況なんですけども、累計の生産本数はなんと1億2000万本ということで、 他の会社がどのくらい作られているのかね、これから調べてみようかと思いますけども、まあ、とにかく1万2000、1億2000万本ってことは、日本人1人当たり2本のカメラを1台持ってるっていう計算になりますね。まあ、マーケットが世界ですから、まだまだこの2本のカメラの需要ってのはね、尽きることがないと思います。え、例えば、中国とか東南アジアがカメラっていう文化に気づく、もしくはそういう趣味が流行っていけばね、 簡単に数千万本単位で出ていくってことになりますので、ニコンの将来性はまだまだ十分あるんじゃないかなと思いますえ。実はね、コロナ禍の21年の3月期に、このカメラの不審っていうことでニュースが出ていて、私も取り上げたことがあるんですよ。しかしですね、24年の3月期の売り上げ高は、なんとね、7172億円ですよ。なんか、1兆円企業っていうかね、トヨタに並ばないんですけども、でも、 1>, 1兆円2兆円ポンポン利益を出していくトヨタにまあそんなに遠くない背中が見えるところにはいるんじゃないかなと思います最終利益はなんと325億円ねえこれが法人税がこれほどまで安い時代にニコンが大きな内部留保を貯める要因になるでしょうねで2021年の3月期ニコンの100年を超える歴史の中で最大の赤字を出した時があったんですよ わずか一年で業績は回復したんですけども、いやそのぐらいのね、大きな、このカメラ不振ってのがあったわけですよね。だからカメラの趣味ってのは、やっぱり多くの人が集まるからこそカメラなんですよね。しかしカメラってのは面白いもんで、一人で風景を撮ったり、一人でね、まあ動画ですね、動画を撮ったりとかっていうことにも使えますんで、じゃあ集合写真需要がなくなれば、やっぱり個人のカメラ、 ね。一人で鳥を取ったり、山を取ったり。まあそういった方向にも振り向けられるので、マーケットは尽きることがないっていうことなんでしょうね。はい。その他ですけどもお、そうですね。年収にもう一回戻ってみましょうか。ニコンの部長ぐらいになったらどのぐらいの年収かっていうとね、だいたい1,585万円。<laughs> だから部長10年やると、1億5,000万なんですよ。ね。ちょっとしたもんですよね。 それから35歳ぐらいまでニコンで生き残るとどうなるかっていうとね35歳ぐらいなら年収は700万ぐらいです40歳で800万ぐらいですかねうんということなんでねやっぱりロスェネ世代で今ニコンに入社した方は50代でだいたい悪くても年収が800万、うん、部長ぐらいになると、まあ、900万近い800万円台ってことになるのかなというふうに思います、まあ、ですんでね まあ大学を卒業した時に、どこに会社を据えるのかってことは、収入にこれだけ大きな差をもたらすってことなんでしょうね。まあ私たちの時代は、あの、二人に一人がそもそも就職できなかったというね、とんでもない一人ゲームのゲームの時代だったんで、だから、50代の部長ってのもね、ものすごい数が少ないと思いますね。まあものすごく数が少ない分、 報酬に集中できたのかもしれませんので、これからの部長職、それからニコンは、うん、マーケットの変化にかなり影響されるのかなというところです。それじゃあ、お疲れ様です。